え深夜2時だぞトンネルの中でこんな老人が頭の中でいろいろハテナが浮かんだそうなんですけど <music> えっと今から、えー、お話しさせていただくものというのがですね、えー、体験者の方が関西にお住まいの 女性なんですけど20年ほど前に体験したお話だそうなんですけど20年ほど前にその女性がですねとある居酒屋さんに勤務してたんですねでその勤務先の中で A さんという社員の方そして B 君というアルバイトの子がいたその2人の男性が体験したお話だそうなんですけどその居酒屋というかお店がですねすごく社員と。 バイトの仲がいい分け隔てのない環境だったそうなんですけどその時男性たちの間で流行っていたそのお店の中での一つの流行みたいなのがあったそれが何かっていうと勤務が終わる居酒屋の勤務が終わるのは大体1時過ぎらしいんですけど夜中の1時勤務が終わったらですね車を飛ばしてお店の近くに山があるとそしてその山の途中にトンネルがあるのでそこのトンネルの近くに森があるその森でカブトムシを取るっていうのが 流行ってたそうなんですねで俺おっきいの捕まえたとかみんなで自慢し合うようなそういう回だったらしいんですけどある日居酒屋での勤務が終わった後に社員の A さんとアルバイトの B 君がまあ、その山の方に向かいましたとでその日もトンネルの近くに車を止めて森の中でカブトムシを探したんですけど残念ながらその日はカブトムシが取れなかったあ,あまあこんな日もあるかなっていうところで2人は車に戻ってまあもう深夜2時近くだから。 帰ろううっってていうことになってアルバイトの B 君がこうハンドルを握って車を出そうとしたら森の隣にあったそのトンネルのところからですね一人の老人っていうのが自転車を落ちして出てきたんですって。でその老人の落ちている自転車っていうのが今の自転車じゃないと。戦中とか戦後まあその辺の時代とかに新聞屋さんがなんか使うようなでっかい自転車を 押しなながららトンネルから出てきたそうなんで「すよであれ深夜2時だぞなんだあれ?」っていうことで2人はちょっと目を奪われて見てたらしいんですけどその老人っていうのがその自転車を押しながら2人の車の方に近づいてきたそうなんですね近づいてきて2人の車の開けている窓ガラスのところから話しかけてきたとその話しかけてきた内容っていうのがその老人が言ったのが「私」 西尾とと申しますと「自転車が壊れてしまって汽車に乗り遅れてしまいました」「麓まででいいんで私のことを送っていってくださ,いなくださらないですか」と言われたそうなんですよ。え深夜2時だぞトンネルの中で こんな老人が頭の中でいろいろハテナが浮かんだそうなんですけど現実問題自転車が壊れたって言って困ってる老人が目の前にいることは確かだとじゃあ分かりましたとあの条件出しますでもこの自転車は置いていってください乗せることができないんででとりあえず山の,そのここのとこ降りたすぐのところだったらもうちょっとでいいからちょっと送っていくことはできますよまあそういうことを慌てながら説明したそうなんですね そしたら、その西尾っていう老人は分かりましたって言って自転車をそこに置いて車の中に乗り込んできたと。B 君っていうアルバイトの子が運転。そして助手席に A さん、社員の方。そして謎の老人西尾っていうのが後ろの席に一人で乗り込んできたわけですよ。じゃあ、ここから発信しますって、行きますってなるんですけど、もう A さんは怖くて、ずっともう話しかけてたそうなんですね。その西尾という老人に。 なぜかっていうと大体こういうパターンって運転していってさあ着きましたよってパッと後ろ見たらもう消えてるとかシとかグッショに濡れてるっていうパターンが多いとじゃあこれだったら話しかけていけば消える隙間を与えないようにしようと思ってめちゃくちゃいろいろ質問したそうなんですよでどこから来たんですかおいくつですかとかいろんな質問投げかけるんですけど西尾っていう老人の会社がすごく淡泊であると淡泊であると同時に一つ気づいたことがある 喋っってる途中で一つの話題が終わった何歳ですか何歳ですって答えた後にブリッジみたいな感じで「私西尾と申します自転車が壊れて汽車に乗り遅れてしまい」っていうのを何かこっちが質問して受け答えしたあと必ずそれを入れるんですって何でこんなこと言うんだろうさすがにおかしいよなって A さんも B 君も思い始めたらしいんですけどここででも話を 消してしまうというか会話を消してしまうと消えてしまうんじゃないかというこう怖さがありますから、なんとかこの西尾っていう老人が食いつく質問をしなきゃいけないっていうところで一人 A さんがね、こんな質問したそうなんです。あの西尾さんなんか例えばですけどなんかスポーツとかなんかそういう野球とかそういうの好きなのないですか？野球とかどうですかね？みたいな振ったんです。そしたらあ野球いいですね。私野球大好きなんですよ。 あ、食いついてきた、よかったと思って。あ、そうなんです。え、どのチームが好きですかって、その後立て続けに聞いたそうなんですけど、その二章っていう老人が、いや、野球はね、すごくいいんですけど、私はもう野球は、見ることができないんですよね。そう言うんです。え、見ることができないって、なんか環境的なことで見ることができない、そういうことですかって言ったら、あの、私、もう実はね、この世の人ではありませんから。 言っちゃったよと。それ言っちゃダメじゃないかって A さんと B 君ももうびっくりしたらしいんですけど、消えないんですよ。ずっといるんですって別に消えることもなく。これ変な空気になって A さんと B 君もとても怖くなったんで、スピードを上げてその山のふもとまでついて、その西尾っていう老人、あ 着いたんでもうあの出てくださいお願いします出てくださいって言ったら別にあらがうこともなくその二章っていう老人は車を降りて暗闇の中に消えていったそうなんですね。で当然この A さんと B 君の話っていうのはアルバイト先で話題になりますよね。こここの前こんなことがあったんですよっていう中でそれ何地方の老人だったんじゃないのとかいやお化けだったんじゃないのっていろいろな説が出るわけなんですけどそれから数日経った時にその A さんという社員の方が。 店をオープンさせるために居酒屋のね、えー、開店時間というかそういう仕込みなどの時間で早めにお店に入った時に一本の電話が鳴ったそうなんですね。電話が鳴る確かにそれはあるんですよ。あのお店の前に、えー、新しい従業員スタッフ募集みたいな張り紙は常にしてあったので誰かが募集してくるこういう電話が鳴るのはこの時間よくあることだった。鳴ったから「もしもし」って電話に出たところびっくりしたそうなんですけど数日前に聞いた声が聞こえてきたと。 私西尾と申しますこのお店でって聞こえてきたからいやちょっとあのうちはあのもうあの高齢というかそのあの年齢も決まってますんであの働くことはすいませんできないんであのすいませんって言って電話を切ったそうなんです。でこのお話っていうのがこれでおしまいになっちゃうんですけど従業員 A さんも B 君も。 車を運転している間にその西尾っていう男性に対して自分たちはどこどこで働いているよとか居酒屋で働いているよってことは一言も言ってないそうなんですよね。なぜ分かってあの電話をかけてくることができたのかそしてあの老人は何者なのかそれ以来そのトンネルではその西尾という老人は一回も見られることはないそうです。ありがとうございました。